はい、どうもさん、こんにちは、もち TV です。今回もウィニングレモン2018やっていきたいと思います。ということで、レジェンドですね、トゥライフ、今回も回していきたいと思います。諦めないぞ。とりあえず雷、まあ、これはでも、まだ一回も雷来てないんで、そうだね。そろそろ来るんじゃないかなと。そろそろということでいきます。OK。10連ですね。はい。まあもう雷は鳴ってほしいかなっていう感じは、もうひしひし伝ってくるんですけど、シャーン、シャンキン、まあ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 、まあ、でもまあプロはねそれ以外もまあちょくちょく来てるっていう感じか。バイディーなコネが出んで、バーディーも出んのかこれ。そうだね、これバーディー出んだよね。なるほどね。ちょっとね後半がまあ低くなってるんで、うんうん感じなんですけどさあ17の時マジ強かったかな。うんこれでまたあと2回ずつと1回ぐらいか。そうだね。来い。えいしゃん。あ、はい。あー、やばい。え、じゃ全然来なくね。ライは来ないよ本当に。まあでもこの中でも誰っていうのがあるな。誰だろう。あらば。PK、PK さん2体。PK さん。ブルマ。PK さん。PK さん2体。これはまずいんじゃない。ピケさん2体引きはさすがにどうなのこれは。いや黒2体来たこと初めてかな。初めてっていうかかなり珍しい。ピケさんは一応持ってたっけ。 18A 持ってるね普通に。じゃあ普通にあれか 18B に統一しちゃった方がいい選手だ ね。いやーなんか雷来ねえな全然。いや来ないよ。逆に来たらもう、あれなのかもしれないな。あ、もう終わり？うん。ここまであの黒が来るっていうのは。早く来てほしいんだよな。それはあるよ。うん、あれだってそうだよ、それ。きついよ、結構。うん。いやー、ピケさん2体は結構びっくりだわ。うん、すごいね。同じやつ2体来る。すごいな、それ。いやー。戻っちゃう。雷出したい、雷、雷。一回戻っても入る。なんかいいやん。新規って。雷入る。空気入れ替えないと、2体黒来ちゃってっから。しかも同じなの。びっくりするわ。あい！あー、シャンや。1位なの？え？え、待って、やばいじゃん。うわ、これやべえな。パウリーニョ来てる、でも。パウリーニョどうする？あ、待って、スナイデルね、あれなんだよ。あの、あっち、ボーナス選手になってる。ボーナス選手っていうか、あの、2000、あの、今、イベントか。うん。ツアーイベントのあれだから、しない方がいい。ブリンとかは、まあ、いらんな。セルジ、バスドスト。はい。はい。いやー、マジかー。いやー、ちょっとなんか、違うな。黒玉の出方。そういう黒玉の出方じゃなくていいんだけどな。パウリーニョどうする？取っとく？いやー B で一応どうしようかな。だって一応スペインリーグの中あれだよね。いやー、まあ、これやると止まんねえんだよな。止まらないよ、うん、ほんまに止まらなくなるからな。ちなみにパウリーニョってさ何が6突なの。 18A。 ああだったらまあ別に 18B1 体残しとくぐらいっていう感じか。枠が来たらすればいいかな。そうだね、枠が来たらしょうがないな。スナイデルがね確か向こうあのイベントの対象だったんで。あ、なるほどね。これちょっと取っとかないといけないね。いやー結構黒来てるな。そうなんですよ。マジでどうでもいい黒来てんじゃん、めっちゃ。いやそうなんですよ。ここでねライが鳴るぐらいのあれがないんだよね。なんか黒で全部普通の黒でもう吸収されてっちゃう。あーだろうな。まあそうだね。いやでもダイが連発みたいなのもあるんだよ。ファンダイク、ファンダイク、ザッパコスタ、どうなんだろう。じゃあ見てみますか。でかいね、うん、結構いいよね。おお、うん、まあまあまあ6、うん、まあそこも悪くはないよね。ザッパコスタどう。いやーそうか。まあ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 、これね。うん。なかなか難しいね。いや、雷来ねえな。来ないんだよね。さあ、とりあえずラストか。一発ね、ドン。なんか意味あんのこれ。いや、わかんない。
特にないと思ってる。いやー、来い。行きます来い。しばらく聞いてねえんだよ。うわー、やべえ。何これ、え、やばくない、めっちゃやばいじゃん。普通の黒しか来ねえわ。何これ。いや、イニエスタ持ってきた。何これ、どうなってんの。おはようみたいな顔してきた。すごいな、逆になんか。だって、4回ずつ、5回回して?やばいなぁ。ちょ、単発マジしとく?一回、お清めに。回しとこうか。単発お清めしとかないと、結構、普通のね、まあ、なんか、今までのロマーリオとかだと、ロマーリオもそうだし、他のもそうだったけど、なんか黒も全然来なくて、そう、あの金ばっかりで、なんかそのほとんどもう雷が鳴って2分の1、うん、ネイマールかジーコかみたいな、どっちかみたいな感じだったんで、今までね、そういうので結構楽しんでたんだけど、ね、急になんかあのその黒が来始めて雷が鳴らない。何これ、雷が鳴らないんだよね。雷鳴らしてよ。注意報も出ねえよ。いやー、ちょっと回しとくみたいな。ちょっと一回浄化しましょう。これ一発単発で来る可能性もあるしな。怖いもん、逆にもう。はい、普通の状態ではさ、雷にならない、多分。ビーチにならないと、やっぱ厳しいんだよ ね。あの、黒は普通にビーチにならないで雷のことないもんね。そうだね。俺見たことないよ、それは。うん。多分ないと思うよ。いやー。結構、それは。まあ、一番4000で厳しいか。いやでも、出れば出るよ。うん、1回ぐらいなってもいいよな、うん。そう、なってもいいなと思ったんだけど、金、バイディ来いよ。はい、おお、えパウリーヌすげえな。めっちゃパウリーヌ来る。B で集めろ。うん、そうだね。ライコー。はっ、ここでライコー来たらめっちゃあれなんだけどね。めっちゃ燃えるよね。うん。もう、あ、でもいいか。うん。帰ればいいか。いやー。そうか、結構、あれなんだ。第1回は来ると思ってたんだけどなー。やばい。ある意味神引きじゃない?ある意味神引き。やばいだろう。黒玉豊漁祭だよ、お前。なんやねん。すごいな、ラキティッチとか、黒玉めっちゃ来る。何何、でも黒とはめっちゃ来るけど、まあ、ラキッチ見るしかない。そういうんじゃないよ、ライを求めてるからな。どないしてんの、どういうことなのこれ。金ばっか来るよ。でん、はい、クラーセン。クラーセンか、マージーサイドブルー。言うな。ということで、もうちょっとじゃあお金入れる。あぶねえ、だっけ。そうだね。もうちょいちょっとアップルに来てくださいパイ買ってきて。そうだね。そうだね。もうちょっと回そうか。はい、ということで、さっきからの続きですね。ちょっと声のところ見ていただければわかりますけれども、入れてきましたよ。大復活。まあ、これで本当にね、もう出てくれれば文句ないですね、この金額で。うん。バンバンザイ。うん。まあ、まだね、雷来てないんで、まあ、とりあえず、うん、雷来るまで行こうかなと。雷でゴー。なんなら最初に来いよ。ハッピーチーね。じゃあ、聞いとけよ。あ、聞いときます。シャーン言うとります。いやー、まあまあまあ。金だったらいいな。黒がね、すっごい出てたから。そう、やばいでしょ。あ、ベジュリン。ベジュリンがいますね、ジエゴ。ボッティ、ボッティめっちゃ来るな。あのね、やっぱね、黒が連発してくるのは怖い。そうやな。うん。ベジュリンは B にしなくていいの。した。あ、したんだ、もう。した。そこがね、やっぱあるから。ジエゴ。これね、結構これね、早く、あれ、クライフ当てて、ちょっとあの、イベントの方のあれも回したいんだよな。あー、なるほどね。回りてんだよ、これ。トレーナーマジ欲しいからさ。レベル上限、ガチで欲しい。でも、なんか、それも結局、うまいことスカウトを多分取ればいいんじゃないかなって。そうだね。思うけどね。活用すればね。多分、うん、結構うまいこと活用するとね。だってさ、フランスとかなんか落ちてるじゃん。うん。そこでさ、少しでも、うん、まあだから、なんだろう、スカウトで取って、まあそこで使う、まあ使わないけど、リーグの、また来たらそれだけ使うみたいな感じだよね。シャンやな。20連でシャンに行けえかな。
まあそういうもんや。あ、バーディー来た。あ、バーディーね。バーディー来いや。バーディーがマジで来ねえな。なんで？バーディーね、待ってんだけどね。セルギオリコ。リコね。バーディーもさっき買い替えたから。うん。バーディーはね、まあ2017年初期の方、まあずーっと使ってたけど、うん、俺。うん。本当に。と一軍スカートでも使ってたし、ね。バーディーだからコンディション安定度さえ落ちなければね。7だったんですよ。7はすごいね。今5だけど、ね、やっぱり5はあかんよ。せめて6にしてくれればね。やっぱあの時 VV 忘れてたな。うん、闘争心持ってます。いやそろそろこのトレーナーの停止も飽きてきたんだよ。まあそこのね、もういいよ。ただバイリーが出てくれれば、まあ、金で思うかないぞ俺は。バイリー出ないの。行きます。そろそろ来るはず。雷が、ライがね、もうね、ラララライ、いけいけゴーゴーライ。シャンか。シャンや。まあまあまあ、まだシャン、まだシャン、まだシャン。ん、お、デフライ、デフライ、ジュビバーディー2回目。バスドスト、バーディーセール。フンテラールも来てますよ、うん、バーディー。これで45レベか。デフライガッツよ。センターバック、オランダさ強いんだよね結構。でかいからね。あー、まあ、ロッカー。いや、ここ頼む。40年目、これ出ろ。行くぞ。行け、もう抜け出そう。クソチョップ、シャーン、シャーン、溜めてますよ。でも今のところ、いや、来るんじゃない。セルギオリコ、ストロートマン、ザットコースター、ジエゴ、ワイ、あー、バイリコね。なんでこんな来ないの。なんでだろうな。なんか欲しいって言ったやつあんま来ないよね。うん、まあ物欲センスあるな。まあそういうこと。まあでもそれを壁越えてきたから。そうだね、今まで。そんなにね、まあなんだろう、なんかレジェンド今までこう出てたじゃん、いろいろ、うん、あのベッカムとかさ、うん、あのベッカムから始まり、まあ、ジーコ、マラドーナ。そうだね。まあ今回ジェラードとか、ちょっと間に挟んでドルトムントも来ましたね。あのなんかあの微妙なボリューム。あれどうする。いやだからドルトムントあれで終わるってこと。あれ捨てていいの。いや捨てないダメだよ。だけど、俺思ったんだけど、やっぱね、なんか使ってみたら、やっぱベッカムが一番レジェンドの中で一応使いやすいというか、よし、いけい。いやもう、頼むで。まあ、ライが来るかどうかだからな、まずは。ライナになってくれ。まずはライなんだよね。ライがならないと意味がないんだよね。シャイン。でもシャン金はいいよ。シャンで黒はたぶんうわーって思うけど。おお、めっちゃ金来てる。めっちゃ、うわ、ファンナイク。アルバ、あ、ベンベレ、ベンベレ、スナイデル、スナイデル、スナイデルめっちゃ取っつって、ブルマ、ファンデルビーさあ、アルバはまあいいか。いやー、スナイデルは取っつっとけばポイント高くなるのかな。そうだね。でもレベル上げないと意味ないか。強くね。そうですよ。うん、あーでもスピードがないからか。でも72、1と72だけど、ね、どうしようや。入れてー。その気持ち分かるよ。入れてこいつ。でもなー、サウサンプトン裏切ってリバプール行ったからな。とかまだこれパンプチャレットのままやん。まだサウサンプトンのままだね。なぜリバプールになってね。なんで強いの。ブルマね。ちょっと強い。ブルマ。選手センターバック多いね。うん。いや、ファンダイクション入れるか、人入れられるからな。あ、そうなの。うん。ちょっと通ってきてるのか。193だからね。ファンダイク結構今までトレーナーにしたい。そう。まあ、1回取っとこうかな。あ、なるほどね。まあ、空きがなかったら消しちゃうけど。うん。いったれ！いや、お願いなーじゃーん。あ、ちょ、あうわー。あ、お前。うわー。うわ、しかも2体来てる。あー、2体アラバカン。ちょっとこれ何なの。カメラにマジならんねえじゃん。おはようございます。バーディーもいる。ちょっと待って、まずいまずい、これ黒。ちょっと待てよー。怖っ。硬すぎん。やばいな。一回離れるっていうのもありかな。硬いんだよな。黒日光なんで求めてね。そういうのばっかしちゃうんだよね。うーん、いや、勝てえな、マジで。あれ、B 全部入れちゃった。アラバ、アラバだって B じゃん。
あ、もともと B なの、うん、え ?B だったと思う、アラバ。え、A じゃないっけ、どっちだったっけな。その短期間に取った選手じゃないでしょ、アラバって。まあでも、どうだろうね。まあ入れてもいきます。え、B で取っとかないの。まあでもあれか、育てすぎたの。そうだね、1個置いときたかったな。いや、枠ないっしょ。うわ、シャンが続くわ。ええー、もう何で、これはやばいわ。うわこれまずいな、これまずいな、マジで。いやこれどうする。だいぶハマってんな、これ。はい、ということで、まあね、今回ちょっと軽みなりになるまでやろうと思ったんですけど、ちょっとこれもう苦労きすぎてるし、ならないかな。危ない、危ないな、これ。そう、うん、ちょっと一回考えてまた、うん、まあ、まだ回しますけど、この流れあんま良くないんで、うん、ちょっともうちょっと開けてね、またやっていければいいかなということで、まあ結構黒めっちゃ来ちゃったから。そうだね、うん、今回の回しで、うん、どこで回したんだろう、100回以上回したかな、うん、分かんないけど結構来ちゃったんで、ちょっと間開けてね、またこのクライブガチを回していければいいかなと思います。ということで、間違いでしょう、ボー。はい、ということで、ちょっと終わろうと思ったんですが、無料のやつがねやってなかったんで。そうそうそう、このね、めっちゃ引き切った時に無料のやつ来たらどうなんのと。まあ多分ギーでしょうけどねって。でもビーチ来る可能性あるよ。銀のやつで来ましたみたいなコメント見たことあんのよ、俺は。ほんまかい、シャーン。うい、まあ、銀は銀あんだれ。うえ、このなんかボサノバみたいなやつ来よったで。まあいいや、まあ次で出そう。そうだね。はい、ということで、また次回の勝負、さよなら、バー。